クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はオペラの魅力をなんと日本の三大テノールに語っていただきました。こんな機会本当にめったにないので、今日はオペラ好きもそうでない人も必見です。ちなみにこの三大テノールという言葉は、ルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ、そしてホセ・カレーラスという世界屈指の3人の伝説級のテノールが共同で活動した時にザ・スリーテナーズと名乗ったことから来た言葉で、今ではトップクラスの実力と人気を兼ね備えた超一流のテノール歌手3人が集まる祭典などで使用されている言葉です。今回は山形交響楽団三大テノールの宴というコンサートに出演した福井圭さん、村上俊明さん、笛田博明さんの日本が世界に誇る超一流のテノール歌手の3人に贅沢にもインタビューをしてきました。今回はその様子とともにコンサートで披露された素晴らしい美声もお届けしますので、ぜひ最後まで耳を澄ませて聞いてみてください。それでは行ってみましょう。今日はお三方にオペラの魅力についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、皆さんがそれぞれどうしてオペラ歌手を志したのか、その辺についてちょっと教えていただきたいなと思っています。じゃあまず村上さんを教えていただけますか。はい、私はですね、両親が音楽教師だったんですね。で、特にうちの父親は割とアマチュアですけどテノールで立派な声で歌っていて、それで生まれる前からずっとあのレコードが家で流れてて、それがあの黄金のトランペットと呼ばれてマリオ・デル・モナコのレコードがずっと流れててですね、20年ぐらい洗脳教育を受けたら気がついたらテノール歌手になってた。子供の頃からあのもちろんピアノやったりとか合唱やったりとかはしてましたけど、あの高校2年の時に将来どうするかっていうふうに考えた時に、テノールのそのマリオ・デル・モナコの歌声がこうふわっと入ってきたんですよ。それでもちろんそこでもうオペラ歌手になるぞっていうよりは歌をやりたいっていう意味で始めたんですけど、声楽を始めるようになって、そこからは浪人時代から大学4年含めて年間7、80回ぐらいのコンサートとオペラを見に行きまくって、気がついたらあのオペラファンに先になってましたね。あの福井さんはじめあのいろんな人 の、 あのサインを楽屋でもらってました。福井さんにも楽屋口で、楽屋口でこうやってもらってました。申し訳ない。なんで本当にもうあのオペラ小僧が気がついたらテノール歌手になってたっていう、そんな感じですかね。はい、ある意味めっちゃ英才教育だったんですね。そのテノールお腹にいる時からだってデルモナコツンドルを聞いてるっていう、だから今の響きになってるんだよね。確かに耳と音程は良かったかもしれないですね、昔からって感じはします。ですね、はい、なんであの両親には感謝しておりますということで。そうですか。同じ質問を笛田さんにもお伺いできればと思います。ずっと子供の頃は運動スポーツずっとやってて、まあ、いろんなことやってたんですよ。少年野球もやってたり、水泳やったりバスケやったりとか、まあ、僕は雪国だったからスキーももちろんやってたし、だから音楽とはほとんど無縁だったんですよ。ただスキー場に住んでたから毎日有線が流れてて、でたまにクラシックが流れてたりしたんですよ。だけど、まあ、特にそれにすごい興味があるとかっていうわけでもなかったんだけど、子供の頃のねビデオ、4、5年の時のかな、僕は小学校、そしたらねトラビアートのね乾杯の歌をなんかね口ずさんでるのがあるんですよ。それがビデオに残ってんの。こう貴重ですね。そうタッタタッタッタタッタッタラタッタとか言ってなんか楽しそうにやってるんですよ。ピアノ習ってるとかでもないし、合唱やってるわけでもなかったし、ただ合唱の時にやると、あ、ヒロちゃんの声よく聞こえるねとか、ヒロちゃんいい声だねとかっていうことは言われてました。高校2年生の時にそれこそ世界のスリーテナーですよね、パヴァロッティ、ドミンゴ、カレーラス、はい、でこれの
これ当時はあの LD ですよ、レーザーディスク、こんな大きい、あれでパヴァロッティがネッスンドルマを歌ったんです、うん、歌ってたんですよね。もうそれを聞いて衝撃、もうドーンみたいな、このデブのおっさんめっちゃかっこいいみたいな全然パヴァロッティとかし分かんないから、うん、うわすごいと思って、自分もこうやってこんな声出したいっていう、でそこから毎日真似が始まって、でももちろん出ないんですよ、できなかったんだけど。ここからオペラ歌手一本にって思われたんですか？あ、その時はね、オペラ歌手っていうものは考えてなかった。もうあのパヴァロッティのあの声が出したい、あの声がっていう、もうそれぐらい衝撃だった。その後3年生になってコンクールを受けたら、その新潟県のね、それでなんか1位になれて賞をもらえた。やっぱりあ、俺いけるんじゃないかってそこでやっぱり思いますよね。そこからじゃあ音大に行こうと。だけどピアノも弾けなければソルフェージュもできなければ何もできないでどうするのっていう感じだったんだけど、僕が行ったその名古屋芸術大学ってところが推薦枠は実技と面接のみっていうのがあったんですよ。ピアノも弾かなくていい、ここしかないじゃない僕が行けるとこはここしかない。名古屋芸大に入ってそれで勉強して、で中島先生という師匠に取ってもらい、中島先生はあのデルモナコ大好きですから、もうそこからはもうパヴァロッティじゃなくてデルモナコ僕ら同門なんです。そうなんです、中島元春先生の。そうなんですね、お兄さん。さあ同じ質問、福井さんはい、うちはもう両親とも全く音楽とかっていうのは関わりがなくてだったんですけど、なんか音楽が鳴ってると楽しいなっていうのはずっと小さい頃からあって、小学校のやっぱり5年生ぐらいの時かな、うん、の頃に音楽の先生にあのこう地区の各学校が集まってる音楽発表会みたいなのがあるから、そこであなた読書しなさいって言われて、うん、で真っ赤な秋っていう曲があるんですけど、それを真っ赤な顔して歌ってまあ音楽はなんか面白いなと思って、中高はずっと吹奏楽部でトロンボーンを吹いてたんです。で、あ、音楽ってやっぱ面白いかもって思っていって、小学校の頃に先生にそういう風に言われたことがあるっていうのをふって思い出して、多分楽器じゃ飯食えないだろうから、じゃあ歌を勉強すれば楽器も一応あのやってるし、音楽の先生になったりするのいいかもって思って、やっぱり私も高校2年生の冬ぐらいにそういうふうに思って、だからすごく遅かったんですね。みんなだから始めてるのは意外と遅いんだよね。そうなんですね。もしこの動画を学生さんが見てくださってたら、まあ今からでも目指せるよっていうメッセージになるかもしれない。まあまあまあ、そうですね。だから高校2年生に間に合うのは歌だけですそのくらいの時から今まで引きつけてやまないこうオペラの魅力っていうのはどんなところにあるんですかね。まあもちろんオペラ内容とか、そのオーケストラがいて、舞台装置があってって、いろんなね衣装を着てて綺麗だし、だけどその歌ってる人がこうキラキラした声とか、このこっち側に届いてくるすごく美しい声っていうんでしょう、まあ、声っていうより僕は響きだと思ってるんだけど、その響きをこう肌で感じるみたいな、あれがもうたまらないんですよ、あの聞いてる側としては。まあもちろん内容も大事だけども、それよりもその生身の人間がこう出すこの波動じゃないけど、それが一番僕はあのオペラの魅力はそれだなって思ってます。だとするとやっぱり CD で聴くのもいいですけれども、うん、生のコンサートっていうのも、もう生じゃないとあれは伝わらないんですよね。この間なんか1台いくら500万か1000万か忘れましたけど、なんかすごい高いスピーカーで聴かせていただいたんですよ。でもものすごい、もちろん音はいいんだけど迫力もあるし、でもやっぱ生とは違う、どうやったって生にはならないんですよね。
でもそのパバロッティ の映像を見て最初衝撃受けたんですよ。まあそういう意味では、うん、映像だろうが何だろうがやっぱり声 の、ね、の魅力は伝わる時もあるんですよね、うんうん、確かにそうですね、うん、忘れてた、ね、そうそう思えばね、うん、歌って要するに人が唯一ね音楽っていうものを奏でる時にあのインストゥルメント使わないんですよ、うん、楽器を、うん、いわばもう裸一貫でいいわけで、うん、何かを介さないで音楽を直接人間がこう演奏して奏でられる表現できる全く何も勉強してない本当に普通の人が歌を歌おうと思ったら誰でもできるわけじゃないですか、うん、やっぱりそこのそのゼロのものからでこうやっていろいろ勉強したりいろんなことやって究極の声を出す人がいてっていうそのすごいなんていうのキャパシティのすごく広いっていうね人間の声の魅力っていうのはやっぱそういうところにあると思うのでそう誰でも歌えるでも誰でも歌えない歌もあるっていうねうんそれがやっぱり聞いた人にとっては本当にもうシンプルに驚きだろうし自分もああやって演奏したら楽しいかもって思えるかもしれないし歌ってやっぱり一番人間にとって身近だけどもオペラなんか歌ってるねそこでその主役で歌ってる人にとっての歌っていうのは逆に言えば究極のもう声のなんか技術であったり技であったりするっていうそのなんていうのかな表現のすっごいこれだけ広いものがそこにあるっていうのがやっぱりもうすごく大きな最大の多分オペラっていうね魅力なんじゃないかなと思うんですよ。僕もやっぱりもう本当圧倒的にライブ派ですよね。あの耳に聞くんじゃなくて肌で感じてほしいっていうふうに僕なんかよく言いますけど耳で感じられるのはその素晴らしいスピーカーで聞くものは聞けると思うんですけど肌で感じるものっていうのは本当にその場にいないとテノールは特に多いんですけど一瞬危うくなる瞬間があるんですよ。この危うくなる瞬間があった後になんかもう考えられないこの音がスパーンとしかも劇場中に響き渡るようなところにバシッと決まる瞬間があってそれをあの目の当たりにした時に感動が何十倍になるみたいなところがあってだからこれは特にあのテノールの特権なのかなと思うんですけどね。だからあのソプラノってどあのなんていうんですかね安定感なんですよ。絶対に声が出ないとかがないソプラノが声ひっくり返ってるとかね出ないとかってなんないですけどテノールはいつ出るか出ないかわからないから出た時の感動があるんですよね。だからこれはなんていうんですかねもう本当にだから僕らやってる人間にとってはいつでも白氷を踏んでるようなところがあってはいいつでも出ますよって思って意外とね思ってるように見えるようにこうやってるんですけどそうではないんですねだからその辺のなんか緊張感っていうのがこう劇場中にね伝わる瞬間っていうのがすごくこれは特にあのイタリアの劇場とか行くとそういうのがすごく感じられるんですけどなんかなんていうんですかねこの劇場のねちょっとだけ乾いた音響とあの響きすぎない音響だからもうこの山銀 のケミホールっていうのはまさにそのぐらいのちょうどいい音響なんですけどそういう素晴らしい響きでありながら声と言葉がスッと通ってくるような劇場でそれを体感した時っていうのがそれがまたオーケストラとのサウンドと混ざって、うん、で、まあ、その中にまたドラマがあってっていうのがあるのであのオペラってよくあの一般の方はオペラっていうとマイクを使わないですごい高い声で張り上げてるものをオペラだと思ってるんですけどオペラっていうのは基本的にドラマなのでだからそのドラマをあのなんていうんですかね心の琴線に触れるような表現で奏でてるのが本当にオペラなのかなと思うんですね。だからあのポップスだとかロックだとかと違うのは音量の幅が全然違うんですよ。本当にピアニッシモはピアノ4つ5つまで使ってフォルテは4つ5つまで使ってであのテンポもドラムがいるわけでないのであのテンポも1回始まったら同じテンポってことは絶対ないのでテンポもすごく伸び縮みもありますしそういうのであの感情の表現を表現する方法としてはこのクラシック特にオペラの分野っていうのはすごく優れている音楽なのかなっていうふうに思って僕らはいつもやってるところはありますかね。今回はオーケストラと私たちでのコンサートマエストロとのコンサートなんですけどそこにあのいろんな役者さんが入ってきたりだとかバレエの方が入ってきたりだとかであとあのオペラの場合は今はもうあの外国語でやられるものは必ず字幕も出ますので、だからあの映画を見る感覚プラスそれが舞台になってしかも生音だっていうあのスピーカーを通さない音だっていうだからいろんな意味で僕は一度体験してほしいあのものだと思うのでぜひオペラは一度でいいから見に来てほしいですね。それで感動を持って帰っていただいたんだったら2回目3回目来てほしいっていうふうに思います。
あの食わず嫌いでなく一度だけお越しくださいというのがお願いです、最初に見るオペラ作品として皆さんが何をお勧めしたいか。一つはあの日本人として一番あの感覚に近く見れるというのはあのプッチーニの蝶々夫人ですかね。言われちゃったの。蝶々蝶々夫人というのは本当にあの日本人が見ててあのピンカートンこの野郎って思うところと、あの蝶々さんのそのなんていうんですかね、あの武士の魂を持ったところと、あのいろんなドラマはあの日本人にすごく金銭を揺さぶられる、あの大体あの最後のシーンのところでみんな号泣するというぐらいの、あのオペラなので私はあのおすすめしたい一つですね。であとはそんなにメジャーじゃないですけど私がぜひおすすめしたいのは、ジョルダーノ作曲のイタリアオペラでアンドレア・シェニエという、あの実在のフランス革命 の, あの詩人が題材になっている主役になっているアンドレア・シェニエですね。これはあの多分あの知ってるメロディーが一つもなかったとしても終わった時に大感動で終われるような素晴らしいオペラだと思いますので、この2つをおすすめしたいです、はい。そちら見に行ったことがないので、ぼっちします。あんまりやらないんですよ ね, やらないね。公演回数が、公演機会があんまりないんです、ね、村上さんやってください。やりたいやらせていただけるならトリプルキャストでやりたいです上田さんにもお考えできればと思います、ね。今バタフライ言われちゃったんでね、もちろん有名なところで言えばトラビアタ、あの椿姫とかトスカなんかがいいのかな。はその最初に見るのにどういうのがいいかっていうのがちょっとわからないんだけど、僕のあれですよ、僕がオペラを見に行って声ばっかり聞いてるわけですよ。だからその声ばっかりっていうか、そのなんていうのかな、もちろんストーリー見てるんだけども、そのストーリーをすごく追って、そのだからまあ映画を見るみたいな感覚では見てないっていうことです、それよりもどういうのその人がどういう 人としてのその何て言うのかな、その人が放つものみたいのばっかり見てるから、 あんまりまあもちろんいい音楽がいいですし、だ僕は運命の力っていうのが好きなんですけど、もちろんそういういいものが見たいんだけども、それよりもなんか歌ってる人たちがどういうその、さっき福井さんねおっしゃったみたいに、その裸一貫でいいっていうか、何もいらなくて人間が生身の声を出す、でそこにオーケストラのがあって、でそこでだからその人その人間が出るわけですよ、その歌に。それを見るのが僕は楽しみというか。じゃあ何でもいいってこと、ね、そうですね。だから結局そういうことですね。演目はあんまりこだわらないかなっていうところ。実際ねオペラファンの人っていうのは演目で見に行くんじゃなくて、この歌手が好きだから見に行くって人も結構多いんですよ。そうですね。なんでそういう感覚は、ね、僕はどっちかっちゃそっち派ですね。なるほど。オペラって見るところがいっぱい、見どころがいっぱいあるだけに、なんかいろんな入り口がありそうですよね。ぜひまた福井さんにもお伺いしたいんですが、はい、私はあの実はこちらのホールでプッチーニの作曲したあのトゥーランドットっていうオペラを上演させていただいたんですね、ちょうど本当にコロナの真っ只中で、あの公演とかコンサートとかほとんどない時期に、あのこちらのホールでそれを開催してくださったって、とっても本当にもう奇跡的なあのその瞬間に立ち会うことができたんですね。その時のやっぱりお客様のこの喜びようっていうか、やっぱりなんかそれは一緒に感じるものがあって、特にやっぱりそのトゥーランドットというオペラはもう大スペクタクルでもあり、あのエキゾチックな音楽もあり、それから群衆のねもう合唱の素晴らしい合唱もあり、スケートのそれこそ荒川静香さんとかね、あのが滑って、あのその曲で一挙に有名になって、今多分世界で一番有名なオペラになってるのかもしれないですけども、やっぱりあのトゥーランドットってオペラはそれだけの感動を呼ぶやっぱりオペラなんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。で、あの今、まあ、ほとんど上がってきたのがイタリアのものなんですけれども、例えばプッチーニなんかでしたら、あとはラ・ボエームっていうあの素敵なオペラ、これからあのこの後も山京さんがねなんか、コンサートでやられるという話をお聞きしたんですけれども、あのこのラ・ボエームとオペラはもう
まるでオペラの教科書のような、ドラマにとっても1幕2幕3幕4幕はそれぞれも起承転結の素敵なストーリーで本当に泣けるストーリーですので、ラボエムっていうのもやっぱり多分素敵なオペラだと思います。それから今言ってる曲は大体悲劇なんですよ、でも要するに喜劇、モーツァルトなんかオペラブッファって言うんですけどね、なんかこう喜劇的なとかってそういう意味があるんですけれども、モーツァルトのオペラの歌はどのオペラも多分楽しくて素敵で、ストーリーも本当にみんなそれぞれの役柄が誰かなんか、あ、この人自分に合ってるとかっていうのがあるので、そういうモーツァルトのオペラなんかはどのオペラを見てもマテキを見てもフィガロの結婚を見ても絶対楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますし、気概のある方はワーグナーのオペラを出ましたね。私が大学に入って東京に出てきた時に初めて見たオペラが、ワーグナーのニュルンベルグのマイスターズインガーっていう、6時間半ぐらいかかるんですね。間に必ず食事休憩が入るっていういわくつきのオペラなんですけども、それくらいのものをもう、でも世界の方々はもうそのワーグナーを見るとその後ほとんど哲学を語るみたいな感じになるくらいの何か深遠なものがあるというふうに言う方が多いので、本当にこう気概のある方はワーグナーからいきなり入ってもハマるかもしれません。はい、まあ、いろいろ楽しみは多分どのオペラを見てもおそらく必ず楽しむ要素は、ね、あると思うので、ぜひ怖がらないで見に行ければと思います。ちなみに私が一番最初に見に行ったのはビゼのカルメンだった。あ、カルメンももちろん ね、 いいですね。フランスモンとしてはやっぱりカルメン一番素敵だし、日本だと浅草オペラの時代からね、やっぱりこう皆さんに親しみのあるメロディーとして、おそらくどんな曲も多分聴いたことがある曲が必ず、入っていると思いますしね。それもいろんな国にこだわらず見に来ていただければ、日本のオペラも素敵ですよね。それこそ段井熊さんのユーズルとか、そういうものも、素敵ですし、何でもいいです。それこそもう上田君の言う通り、ね、初心者がオペラを見に行くにあたって、例えばですけど、こんな言い方ちょっとあれですけど、予習しておいた方がいいこととか、何かこれは知っておくとより楽しめるよみたいなものってあったら教えていただきたいんですが、僕らがオペラを見に行くより前の30年前40年前の人たちは字幕がなかったので、必ず予習をしていったんですよね。物語何やってるのかさっぱりわからないみたいな、あらすじを追うっていうか、ね、本当にね、それを予習していくと、まあ、もちろん言葉が ね、両立の国の言葉でも、ね、まあ、楽しめるよっていう意味では でも今字幕が出るから ね、 だから昔は本当に椿姫をやってて、第2幕で主役のヴィオレッタって女性がのとこに中年の男性がやってきて、最後にこう抱擁してるから、なんか不倫の二重婦やってるのかなと思ったら、実は彼氏の父ちゃんが来ただけだったっていうのが分からないまま終わって帰っていくみたいな話がいっぱいあったんですけど、今は本当に字幕が出ますんで、そういうのは必要ないですし、前もって何かしなくちゃいけないってことは本当にないと思うんですね。でも一応でもあれですよね、予習してった方がなお字幕が出るけど、まあ、分かりやすいことは分かりやすいですよ。歌ってる歌詞と日本語って文法が違うので、歌っているところの日本語訳じゃないんで、ね、ちょっと違うんで、ね、そうそう、ずれてる。そう、どうしても字幕を見ちゃうと、こう今やってるそのドラマのもうものを見ないでその字ばっかり追ってしまうので、そこはすごくもったいないなと思う時はあるので、まあまあだから予習していって、なんとなくあらすじを分かっていれば逆にで、それは助けにして、あとは舞台に集中してもらえればいいかな。なんか1回でその全部なんていうの、いいとこ取りは多分できないので、やっぱ何度も何度も、その安い席でいいから何度も何度も行く方が分かってくると思うんですけどね。そうね、あと、ね、そうです、おすすめしたいのは、安い席は悪い席じゃないので、そうそうそう、お店の場合は安い席は音のいい席ですので、で見たい人は高い席に来てください。なるほど、聞きたい人は安い席に来てください。だから僕らみたいな声を聞きたい人は絶対に4階席5階席に行くんですよね。ヨーロッパの劇場だとね、もう立ち見席っていうのがあって、そうですね、もうそれこそ500円とか、ね、1000円とか、ね、1000円以下ですよね。そう、1000円以下で、みんなだから毎回通ってキャストが変われば、同じ演目のオペラでもキャストが変わったらまた違う楽しみができるんで、結構
いろんなそうやって行ったりしてますよね。まあ、だから日本でも安い席はそうやって皆さん同じ演目でも、うん、あこの歌手がまた違う歌手が出てるって言って聞きにいらっしゃる方は多いので、うん、さてさて今回のインタビュー実はさらに突っ込んだお話をもっと聞けているんです。その模様は来週第2弾としてお届けします。そして第2弾ではこの3人の素晴らしい共演の舞台映像も特別に公開します。それがどんな映像かというとここまで見てくださった方に少しだけ予告としてお見せしましょう。次の動画でぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。今日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンを押してください。そして皆さんがこれから見に行きたくなったオペラ聞きに行きたくなったオペラがありましたらぜひコメント欄で教えてください。それではまた来週の第2弾の動画でブラビー。